清水エスパルスはホームラストマッチ。オレンジに彩られた観客の声援を後押しに戦いの場へと向かっていきます。対して神戸は引き分け以上で J1 残留が決まりますが、勝って残留を決めていい形でリーグ最終戦を迎えた一戦です。さて今日は昨夜急逝されました清水の久米和正副社長兼ゼネラルマネージャー、そして神戸でかつてゴールキーパーコーチをされていた藤川隆之さんに追悼の意を込めまして、今日は喪章を選手たち着用しています。これから黙祷が行われます。清水エスパルスの北川晃也選手が10月の J1 リーグ月間 MVP に初めて選ばれました。それでは清水のフォーメーションです。 4-4-2 を予想します。まあ、中でも清水さん、はい、立田ファン速攻、まあ、今シーズン初のセンターバックのコンビを組む守備に一つ注目どころありそうなんですが、はい、まあ、まずこの立ち位置が立田が右に来るのかファン速攻が左に入るのかっていうのは一つちょっとゲーム始まってみてから見てみたいですね。はい、では一方アウェーヴィッセル神戸、こちらは前節同様 4-3-2-1 を予想します。まあ、ポイントはイニエスタポドルスキーワールドクラスのこの連動性ですか。そうですね、まあ、前線の3枚かなり流動的に動くんで、はい、あまりこの絵の立ち位置っていうのはちょっと参考にならないかもしれないですけどね。はい、さあここは中盤の井ノ葉、三田、そしてワイドに開いているティーラトンです。前への古橋を使っていきます。ここに立田、この時に、ね、ゴール前誰もいなかったしまうんですよね。そうですね、はい、確かに。そしてイニエスタ中への折り返しシュート、こぼれたところ、ヴィッセル神戸は横一列。さあ白崎、柔らかいボール、まだありません。折り返してきました、こぼれた、なんとかかろうじてクリア。今最前線には古橋がいます、ヴィッセル神戸。さらには井ノ葉も上がっています。大きな展開、ポドルスキからティーラトン、そしてここのスペースに抜け出たシュート、スルスルと三田が上がっていきました。いや、その前のねティーラトンのワンタッチが非常におしゃれでしたよね。軽いタッチでポーンと叩きましたね、はい、さあここはルーカス・ポドルスキー、そしてイニエスタかわして、そして浮かせたパス、シュート、イニエスタのパスに反応したのは藤田。藤田今シーズン2点目、まず先制点はアウェーヴィッセル神戸。いや、この得点シーンのちょっと前にもね、この上の空間を最近よく使うっていうような話をさせていただいたんですけど、まさにこのゴールもそうですよね。おそらく足元のパスコースっていうのはほとんどなかったと思うので、即座に上だっていうような判断でまたそれをね実現してしまうこの技術ですよね。さあここはミスになった、さあ奪った河合、ボールを運んでいく、どうするか河合、パスを出す、折り返してシュート、決めました。河合、清水エスパルス同点。いい形でボールを奪って、最後フィニッシュは可愛い、まあ、相手のミスからでしたけど、まあ、最後のフィニッシュのところはねパーフェクトでしたね。ここちょっと空いたので打つかなと思ったんですけど、うまくここ目線をずらして金子選手もねよくここ見えてましたね。最後ポドルスキ浮かせた、イニエスタを狙ってきました。さあまだあります、ヒールで流してミア、そして井ノ葉、中への折り返し、遠いサイド、古橋、決まった、クロスから最後決めたのはこの古橋強豪、
柔らかいクロスから170センチの古橋がヘディングで決めてみせました。守備を固めるホームの清水エスパルス、そして裏を取る三田、中へ折り返す、おー、このまま入ったか、これが決まりました。なんとなんと神戸、これで3点目が入りました。いや、どうですかね、今直接狙いましたかね。いや、私もあのクロスかというふうに思ったんですが、はい、直接そのままボールがゴールへと吸い込まれていきました。さあ、コーナーキック巻いてくるボール、ゴール中央こぼれている、シュート、うわ、これは当たったかどうか、ルーズボール、井ノ原と、ここにさあ白崎、ボールを奪って白崎パスを出す、ドーグラス折り返す、さあここは早い攻めに行くか、竹内が倒されました、目の前でしたからね、今レフリーの、はい、主審の柿沼徹の目の前で行われたプレー、そして藤田に対してイエローカード、これ2枚目ということで退場になります。左サイドバックの松原、その松原巻いてくるクロス、ファーへとボールが流れていきます、飯田、中井のクロス、ヘディング、最後はドーグラス、クロスをピタリと合わせてきました。いや、先ほど申し上げましたけど、2人少ない状況 でこう三原選手とドーグラス選手 のミスマッチだったんですよね。1点を追いかけるホームの清水エスパルス、キッカーは石毛、ボール中央、決まった、執念の執念のヘディングゴールが決まりました。6点、いやー、素晴らしいですね。これゴールキーパー上がってくる場面って多々よくありますけど、はい、ゴールするこういう場面なかなか見れないですよね。ここはウェリントン、強い当たりでウェリントンにイエローが出ました。ここは熱くなってはいけませんね。ちょっとね、まあ、両チームもそうですし、ベンチもそうですし、ちょっとエキサイトしすぎですよね。ヴィッセル側からちょっと行きすぎですよね。先ほどのプレーの説明を求めているんでしょうか。そのウェリントンにイエローカード2枚目ということで、ウェリントン退場です。いや、もうこれ出た方がいいですよ。これはいけません。仲裁に入ったキーパーのロクタンを投げ飛ばしてしまいました。おそらくこれが最後のプレーとなるか。キッカーは今シーズン限りで引退を表明している兵藤明宏です。その左足、高いバウンド、大きく井ノ原が最後は蹴りました。ここで試合終了のホイッスル。結果的には3対3とドローということになりました。ヴィッセル神戸は J1 残留が決定しました。